Apothecary Diaries, episode 17. ないだろうに歴史にはくだらない戦がたくさんあるが、その中のいくつかは警告の美女によって引き起こされる。ああ、true。天井人のごとき美しさの御人が継承なんてしたら、国でも滅ぼす気ですか。なぜそうなる？お前のおしろいはどうやって作っている？おお、美しくするのではなくくすませる。Oh, that's interesting。粘土を乾かして粉にしたものを油で溶いています。顔を変えられる薬があれば便利なのだが、漆でも顔につければ十分ですが。俺を今と全く違う姿の人間にしてくれ。やるなら徹底的に。 We have the whole like paint set of paint out there. Custom too. Bespoke bespoke makeup for your boy Jinchi. Get the fuck out of my sight, bro. You and your Kira Kira, your sparkle. Despite your best efforts. なら失礼します。あらま。なんだいきなり。こんな上等な光沢庶民はいません。今の人士様の服はせいぜい下級管理の普段着。Even down to the smell, that's crazy. 海の向こうから取り寄せた最高級の香木とは縁がないはずです。薬草と毒草を見分けるため鼻が効くようになっただけです。Have you smelled but commoners smell like? 理論の乗客の見分け方を知っていますか？知らん。体型とか服とかか？それもありますが、もう一つ匂いです。悪趣味な香をいくつも漂わせている客は。金はあるが性病の可能性が高い。家畜臭い匂いがすれば風呂に入らず不衛生はほとんど追い返されます。 That's an easy screening factor, right? そういうこと。その世界を知る者に聞いた方が早い。できれば匂いの残っている洗う前のものが好ましい。 Gross。 わかりました。 Even grandma's like gross。 ではその間に、それは油と塩です。これで髪の光沢をなくして質感を悪くしていきます。失礼いたします。I thought she was just gonna dump it on his ass. Yeah, crazy. Oh, nice. Like, you look beautiful. そろそろいいかな。 Greasy, aww. あら、何もそんな切れ端で言わなくても。 Yeah. 平民はまとめられれば何でもいいんです。これで本当によろしいのですか？もっと臭くてもいいくらいですね。人士様、服を脱いでください。ああ。天女のよ。Rose ripped, man! 金星の強い筋肉質の作りだ。Nice lats! あちらの手ぬぐいを使っても？構わないけど、何をするの？体型を変えていきます。すみません。お二人も like, make him fat? Dude, Jinchi almost looks as good as me. Crazy. Yeah, bro's fat. 不格好な体型に人士様の顔がついているのは何とも奇妙だな。次は顔です。色の濃いおしろいをいくつか練りました。これで平民のような日焼けした肌を作っていきます。No fair complexion here. 目をつむってください。You're out working the fields, man. You tan at AF. 近くで触っても無駄に綺麗だ。ヒゲどころか毛穴も見えない。No pores, what? 口も閉じてもらえますか？力は入れずに。どうかしたのか？この3人だけでよかった。もし誰か別のものがいたら。Are you trying to make him more? Is she just curious? Yeah, I think so. What he looks like as a woman? Yeah. 何でもありません。何もありません。何もないですよ。はい、何もありませんわ。気を取り直して。Jinchi, a face to launch 1,000 ships. Yeah. 顔にまだらをつけ、さらに
濃い色でクマを作ります。The baggies. Baggy circles. 眉は左右の大きさを変えながら描いていく。爪の間にも詰めて不衛生な手を作ります。立派な男の手だ。さすがに白魚の手とは。ん？タコがある。普段筆か箸くらいしか持たないと思っていたが、剣術か棒術をやっているのだろうか。Hey, it's starting to work. Why the symmetrical moles? That doesn't make sense. What is this? 唇を濡らすようにゆっくり舐めて演技してください。数種の刺激物です。とても辛いですが、毒ではありませんのでご安心を。全部飲んでください。It's giving him a raspy voice. Oh, right, right, right. Bo's really becoming fat. Yeah, whoa! Has Bo been mewing? Bo-chan, please stop. Xiaomo, you said you were going to go to your house today. Yes, I got free time tomorrow. You're about to get strong-armed. それならジンス様も途中まで同じ道筋ですよね。え？け！別人に変装したところでいつもと同じ勇者を連れていてはおかしく思われるでしょう。お前が来れば助かるんだが。いかん、ジンス様も乗り気だ。申し訳ありませんが、私がジンス様についても変わり映えしないかと。確かに地味な格好の主人には地味な従者の方がしっくりくるかもしれませんが、私も部屋好きの下女として知られています。ならチャオマオも変装すればいいんじゃない。え、それはいいですね。お化粧用のハケや。She'll be the beautiful one and he'll be the servant then. でも普段と似ても似つかない姿になればいいのよね。嫌な予感しかしない。ジンス様、姿勢が美しすぎます。お前こそその口調をやめろ。それに名前を言ったら変装。では何と呼べばよろしいですか。そうだな、私のことはジンカとでもお呼びください。ジンカ。はあ、確かに。スイレン様の娘のもので、生地もデザインも仕立てもよく、古臭くもない。格好だけならいいところのお嬢様と言ってもおかしくないだろう。こちらが地図です。シャオマオには。お嬢様のことは私にお任せください。Bro likes the role play. Jinka. Hi, Ojo Sama. She said, I was a girl. Who needs the nerd neck? Like, Jinch to you, Namo Soda, Otokono Nani, or Maritz Kawanai. Yapari Joso Nista Hu, I got the gun. Yap.Maintain peace. No more wars. 目的地は花町の手前にある飯屋です。なんで私が護衛なんか。しかも隠れながらって意味が。ナイス。従者が主人より前に出るとはまだまだだな。申し訳ありません、お嬢様。よろしい。She's enjoying this too. 季節柄まだ刃物は少ないな。小遣いももらったことだし、鳥を締めてもらって一緒に煮つけようか。You're not acting very ladylike, huh? その格好で。Yep. 親父に食わせてやりたかったのに。何ですか。なんで黙っている。何かまずいことでも言ったか。お、こんな匂いは。どうぞ。食べないうちに食べましょう。あ、
Riz. Oh, oh, accidentally, like. Kobashi torikawa, juwatto hirogaru abura, kyūtei de wa taberare nai n da yo na. Kono tori, doku wa arimasen yo. Doku desu. Oh. Dou desu ka? Yaei no toki no yori umai na. Shio ga kiite iru. Yaei? Kangan wa futsuu bukan no yona shitou wa shinai yo. Sore ni shitemo umasou ni taberu.Oh, you can get one yourself, bro. Hello, Gaoshin. お帰りなさい。それでどうでした？すこぶる上機嫌でした。あなたにしては気の利く提案をしたこと。一度気に入ったおもちゃがあれば、坊ちゃんはそればかりで遊んでいたわね。こっそり隠すと手がつけられないくらい泣いてしまって。一つのものに執着する人士様はそれが許される立場にありませんから。どなたかと待ち合わせなんでしょう。早めに行った方がいいのではありませんか。俺とさっさと別れたいような口ぶりだな。確かに別れたらもう一度戻って大根と鳥を買おうと思っているが、宮廷の生活も悪くないだろう。あ、おう、花町の生活よりずっといいと思うが。自分の意思で出資してますし、与えられた部屋も綺麗なものです。一人残された養父がちゃんと生活できているか心配ですので。いや、お前が薬や毒以外のことに気を使うとは。漢方のみならず裁縫の医術まで心得がありますから。若い頃には裁縫に留学していたこともあったそうです。 Yo, what? Abroad? よほど優秀だったんじゃないか。留学は国に選ばれなければいけないはずだぞ。Bro, in order to study abroad, traveling takes like how long? Months? Yeah, a year of travel. それは大層な誤人だな。いくら荷物を持っていても、一物を取られてしまいましたから。それはお前の養父が宦官だということか。親父は裁縫への留学を理由に、先帝の母、すなわち先の皇太后に。宦官にされてしまったらしい。宦官、クスシ。Is he connecting something there? 言ってなかったかな。あれかな。上は宿屋で下は食堂か。ちょっと寄ってって。ああ、なるほど。わざわざ変装までした理由がわかった。薬屋、お前、六将官の馴染みには詳しいのか。え、まあ派手に立ち回る客であれば。どんな奴がいる？秘密です。守秘義務があるので。妓女の価値を下げるにはどうすればいい？不愉快なことを聞きますね。Hypothetically speaking. いくらでもありますよ。特に上位の妓女ならば。六将官では、カムロ時代に一通りの教育を済ませます。その中で、要望の良いものとそうでないものに分けられ。後者は顔見せが終わるとすぐ客を取り、身を売ることになります。一方、見込みのあるものは茶飲みから始まり、教養で客を取ります。上がったところで露出を減らすと、茶飲みだけで1年の銀が尽きる売れっ子妓女が出来上がります。身受けまで客に一度も手をつけられないといったこともあります。手つかずの花だからこそ価値があるのです。倒れば、それだけで価値は半減します。Oh, half. Wow. さらに、こうはらませれば、That makes sense. The two main factors. Whoa, interesting last shot there. Yeah, Jinshi's shocked. Yeah, it's like, oh, what is so shocking about that? Hoes ain't valuable? Yeah. It's just such a different world for him, for sure. Yeah, yeah. He doesn't really have to touch on any of this stuff in his own life. Right. And he's only 17, too. Yep. Yeah. Yeah.Fun episode. Yeah. Why are they out here again? I know that Mao Mao is visiting, or was meant to have some leave to visit her family, yeah, her father, but she has to go visit someone in the restaurant or something. Yeah, that's right. Jinshi is on some kind of secret mission, right? Yeah, okay. If you guys enjoyed the video, make sure to hit the like button and subscribe and check out this video right here.